よせよこせ。ええー、じゃ豚バラ青じそマッチ。はいどうもー、ココスコスヤシじゃん、あちゃちゃ。最近物欲がねすごいんだけど、手元にね金はないからゾゾタウンでポチっちゃうよね。2ヶ月あればいいやと思ってポチっちゃうんだけど、気づいたら請求書がたんまるよ。誰かこのポチっちゃう欲を止めてください。んでメンテ前にコメント撮ってます。コメントしてきます。動画見てたらずっと青ひげ脱毛の動画でつまらんって思って動画見るのやめました。あ、 CM か。これはねもしかしたらいい方向かもしれない。 CM を全部見るとその分収益につながるから、マジありがとう。最初のサボったでしょ。サボってません。僕の辞書にサボりという言葉はありません。ゴーさんめっちゃかっこいいね。一番 YouTube で見てるわ。すごいよね。ほんと好きだわ。きっと思いになるよ。もう一回大切なことだから言うわ。一番好きだわ。縦読み。ゴー好きもい。何がゴー好きもいやん、お前。ちょ。翔太はダメもやグラクロ、さらにスプラを上げ始めた。一方、ゴースはグラクロ映画はモンハンライダーズだったの1。でもなぜか見てしまうのはなぜだ。誰か教えてくれ。俺が好みないと寝れない体になってしまった理由を。それは完全に中毒だね。そのまま進行すると危ないから、 MacBook Pro を生贄に捧げてスパチャを投げて身を清めればその中毒が治る。歌が地味にうまいですね。意外に歌うまいの。おはこは海の声。このコメント読んだらチャンネル登録者数0人になるでこわす。絶対読まねえかんな、このコメント。今週のルール、お世辞の力。褒めるコメントをすると拾われる確率 70% アップ。登録解除のコメントすると拾われる確率 95% ダウン。面白いね。今週のルールなんかさ、みんなが作ってくれると楽しいかも。最後以外全部ボットやったのに熱戦を演じ、低い投球にもしっかり接戦する。さすがや。流れに乗って褒めたから拾ってね。いやこれ褒めてねえから。熱戦を演じって褒めてねえから。再開ときと考えるんだ。今週の要請をこそのコメントの最初のある言葉、今の30の経過から引き出される最初の熱戦。それは、いや待て君ら、コメント拾ってて、そんなコメントばっかりじゃないよ。こんなコメントばっかりだとゴーさんも会社がワンバランになって困るでしょ。ここでコメントのお手本見せてあげるよ。コメント拾っ て, 拾って。考え方同じで草。神奈川と言ったら赤レンガ倉庫、横浜中華街、横浜ベイスターズよ。動画視聴して2分、おやすみ。お前コメ編だけしか見てねえな。いるんだよ。動画2分でパッたり消えるやつ、どないやっとんねん。ということで本日の企画、ドロールくん欲しいから石70個。じゃあ今からね5時まで編集してドロールくん当てたいと思います。とりあえずね事前評価とかは他の方が出しているんで、まあ、ディアーヌはいいとして、このアシュラマンを見ていきましょう。このアシュラマンがね起爆ダメージを使いながら、こっちはもうバフスキルを使わせなくする。こいつはね復讐戦技がめちゃくちゃ強いんですよね。敵の必殺ゲージが5個以上になるたび2ターンの間必殺使用負荷を付与する。で開墾が PVP でスキル使用ダメージを負って3ターンの間に忍耐力を増加させる。だから忍耐パとかに入れたらめちゃくちゃ強そうなんだけど、俺忍耐パ持ってないということで引いていきましょう。それではやってみまーす。今ね大ピンチで、メールが送らんてこないんだよね、動画の。だから今まだ編集してません。あやしょーす。おー、目光った。いやー目光ったけどどうかな。最初はとりあえずねなるだけ厳しいかな。60連ぐらいで出てほしいんだよな。あと他にもねキャラが出るから復刻版で、まあそうね、ここはいい年をとりあえず。ただねガチャボーナスがあるんだけど、マイレージがないから怖いっちゃ怖いんだよね、多いすぎても。まあとりあえず20連いきましょう。さあ来い。渋ない、これ渋ない。20連マジで。まあヘスガチャがねかなりのあれだったんで、もしかしたら俺は運営に目をつけられてるかもしれない。あ、でも金文字か、一応まだ。いや微妙だな。とりあえず1体だね。1体は確定。何が出るかな、何が出るかな。今度こそ蹴りをつける。まあ、そんなバカ欲しいっていうわけでもないんだけどね、ドロール。でもとりあえず持ってたいっていうのがあるから、ドロールかなやっぱり最初は。でもしあれだったら前の限定キャラが欲しい。コスチューム素材。おっ、2体
治らせんねん。ちょっと真似しちゃった。ああ胸毛の腕毛。おっとディアンヌを忘れた。落ちちゃった、間違えて。新しいディアンヌゲッチュ。やっちまった。次ちょっと押し忘れないようにしっかりやろう。ジョリジョリさあ来い。ノートいマジやん。終わったやん30連で。え、ごめんなさい、今日の動画終了です。マジかよ。あ、でもね、ちょっと、いやこれはやばいろ。コスチューム素材のやつらゲットしに行くわ。ピック。ああ、お前負けた場合はもう来んなよ。はい、来ません。ラスト行きまーす。できるだけ俺もね残しておくせ。おーっとおーっとおーっと、はぁはぁはぁ、今日は楽しいな。何をしようかな、今日は楽しいな。ねえねえゴース君、稲見の天然、隣のゴースも稲見の天然、みんな今日も稲見の天然。2枚目別にドロール2枚目とかでもいいよ、1つあげるから。どうせならコスチューム素材のキャラが来てほしいな。あーイケメンボセル、うん、腕毛、いやーまだだね。あ、クローズ2だ。腕毛いっぱい出んなこいつ。嬉しい、マジで嬉しい、これは嬉しい。やばい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 、めっちゃ嬉しいこれ。いや未正直だしめっちゃ嬉しい。え、でもさ期間限定でここを外したらもう来なくね、今思ったんだけど。あと30連ぐらいはできるでしょ。で別にコラボキャラもすぐは来ないっしょ。とりあえず行こう。で迷った時は辛い方を選べってやっぱね言われ、うっと目がまた目光ってたけどワンチャンわかんないなこれ。やったー、今日はやばいって、今日はやばいってマジで。え、1周年って何、俺課金させに来てる。出して出して出して出しまくって、出して出して出しまくって課金させようとしてる。来い、1個いか。いやこれコスチュームキャラだったらマジの激アツだぞ、マジでマジの激アツだぞ、マジで語彙力がマジで。ちょ、大丈夫、喋ってないけど喋ってないけど大丈夫、うん、出過ぎなんだよ腕毛。あ、鉄仮面のジジイ来い。必ずやご期待の、いやお見えかい。あ、え、ハロウィンヒーラー出るんだ。まあ必殺マックスだからいらねえけど、ハロウィンヒーラーも出るんだ。どうしよう、あと10連だけやろうかな。いや待て、考えろ、やめとこうか。105個でちょうどいい。本日もご視聴ありがとうございました。いやー本当にね、見てる皆さんにとってはクソ飯うま動画だったんではないでしょうか。ええー、やばいです。30連でまあやめとかなくてもね、うん、よかったです。皆さんもあの溜まってたら聞いてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。コメント高評価、私のモチベーションにつながりましたのでお願いいたします。バイバイ。